ん、死にたいことは、はい、どういうことでしょうか。はい、仕事のことです。仕事のこと、はい、うん、仕事をする上で気をつけることを教えてください。気をつけてください。はい、わかりました。普段お持ちの携帯電話か何かあればいいんですかね。そのボールペンを置きましょうか。はい、はい、今ここにちょっと置いていただけますか。はい、これでこのクロスにあなたのエネルギーが入りますので、あ、はい、はい、できますね。僕カードを切り終わったら、はい、カードを渡しますので右手で持って、左手で3回カットしてほしいんですよ、はい、右手出していただけますか。はい、右手で持って左手で3回カットしてください。はい、はい、はい、ありがとうございます。切りづらかったでしょうか。はい、左手っていうのは右脳につながっているので、はい、インスピレーション直感が働くんですよ。だからそう意識して切れなかったので、はい、無意識の状態でカットを切ったんですよね。でそのカード僕一切触ってないのであなたの念が入っているのでそれを読み取っていきますね。はい、これ、まあ、ここにね置いてもらったところが最終結果のカードなんですけども、はい、お仕事面で言うと ねこの色も分かるようにゴールドの色が出てるのですごくいい成功していくような仕事のカードなんですよ。ただ言えるのが、はい、これハングマンのカードっていうカードなんですけどもね、まあ、吊るされてますよね男が。でこれ吊るされた男が実はこれねよく見たら笑顔になってるんですよ。まあまあ楽しんでるんですよね、はい、言ってみたら M ですわちょっと我慢したり耐えると良くなるよっていうカードなんですよ。だからすぐにはいい結果は出ないかもしれないですけどもちょっと我慢して頑張れば良くなるって最終結果のカードが出ていってるんですよね。仕事面でいいカードとした時に 100% いいなと思ったら思う中で 120% ほどいいカードなんですごいいいカードです。うん、ただまあこの辺ここが今のあなたでこっちが過去なんですけどもその辺を読み取りながら今後どうしていったらいいかっていう注意点、いいのはいいの分かったんですけど、はい、注意点を分かっていった方がいいと思うので、はい、その辺を読み取っていきますね。お願いします。はい、これ今がねすごく面白いんですけども、はい、この位置が顕在意識、顕在意識、はい、ここが潜在意識、潜在意識カードなんですね。顕在意識潜在意識って聞いたことありますか。はい、これどれぐらいのパーセントで割合か聞いたことあります。どれぐらいだと思います。ないです。どれぐらいだと思います。顕在意識とは自分で意識できてるところなんですよ。これは無意識とかで言われるところなんですけど、無意識が70で顕在が30、うん、なるほど。実はね顕在意識が 3% 未満で潜在意識が 97% 以上と言われてるんですよ。うん、ほとんど意識してるつもりだけども潜在意識の方が自分のチョイスとか選択に作用されてるっていうことが多いんですよね。うん、で潜在意識のカードを見てみるとこれ目標とか計画とかこう何かをスタートするっていうカードなんですごく今やる気が出てると思うんですよ、はい、やってやるぞっていう感じ でその反面潜在意識でこれタワーのカードってねこれね、僕の読み方ではこのタワーのカードは天変地異をイメージしてもらったらいいんですよ。天変地異、はい、天変地異言ったら、まあ、台風とか地震、人知、人の力ではどうしようもできない意味合いを表してるんですよ。だから、なんか自分の中でマイナス思考でどうしたらいいんやろう、しゃあないなと、何をしたらいいんやろうっていう潜在意識の中で悩んでるカードなんですよね。やる気はあるけども、何をどうすればいいだろうっていう悩みがあるようなカードなんですけども、そんなことないですか？あります。ね、具体的にどうすればいいんだろうって。だから何かする方法が見えてないから、何の結論も方法論も出てきてないっていうような状態なんですね。うん、でもそれなぜそういうふうになってるかって言ったら未来の目標がしっかりできてないと思うんですよ。うん、でねこの1のカードって言ったら目標を立てるといいよっていうカードなんですよ。うん、1スタートなんでね。だから未来の目標をしっかり立てるとそこから逆算して今何をすればいいかっていうのがおのずと見えてくるはずなんですよ。でこのカードの結果から見るとね近い将来も最終結果もすごくいいカードが出てるので、はい、思う通りの目標が達成できるはずなので
弱気にならずに目標を立てればいいと思うんですよ。でそこから逆算して、うん、今何をすればいいかっていうのを見ていったらいいと思うんですけども、うん、今何か勉強してることとかありますか？勉強してること、うん、勉強してるスキルアップ、スキルアップ、うん、これといってはないんです。あと、はい、何かこう学びたいなとかっていう欲求が学びたい、うん、そうですね、うん、あの占いについて学びたいっていう、うん、占いを、はい、こと学びたいっていう欲求はあります。あ、本当、はい、うん、っていうのはね、ここあなたの今現在表しているカードに知的な女性なその、女教廷のカードが出てるんですよ、はい、でもここ本を持ってたりしてるんですけども、なんかね勉強したいスクリーアップしたいっていう欲求があるんですよね、はい、でそれに際するこれ対策のカードが出てるんですけども、はい、これ司祭っていうのはこう何かこう導いてくれる人とか、はい、先導してくれる人、教えてくれる人を求めてって、そういう人身近にいないですかね？います、はい、その人に教わるといいと思いますよ。あ、なるほど、うん、そうするとね、いろんなことが見えてきて自信にもなるし、はい、今何をすればいいかというのが明確になってくると思うんですよ、はい、うん、でね、近い将来のこのカード見るとね、これ、まあ、節制っていうカードなんですけども、あのここ地球なんですよね、はい、でこれ、まあ、天使が上から俯瞰して物事を見ているカードなんですけども、あのそれをす、まあ、今ねアドバイスしたことをすることによってね、すごく物事を俯瞰して遠くが見渡せるような自分になると思うんですよ。今こう前なんつかね、渦中にいすぎてて、はい、毎日の仕事に追われてるような状態なんじゃないかなと思うんですよね。もう少しこう落ち着いた感じになりはると思うんですよ、うん、なるってもう出てるんで、なると思いますわ、はい、ありがとうございます、はい、でこれ今後の変化のカードがちょっとね、物思いにふけるこのムーンのカードが出てるんですよ、はい、うん、だから、うん、まあ、当然ねステージが上がることによって何か考えたり物思いにふけたりすることがちょっとできるかもしれないですけども、それを我慢して耐えると良くなるよっていうような感じなんですよね、うん、であとはそうやな、これまあ周囲の状況で、まあ、戦車のカードなんで前に進むっていうカードの反対値が出てるので、はい、周囲の状況、まあ、あなたの環境ですよね、親御さんであったりお友達の環境ってどんな感じですか、今このお仕事をすることに対して。そうですね、うん、あんまりその周りにこう話すってことはないですので、うん、特に変化はないですが、ただこのお話をすると、うん、大丈夫かっていうですよね、はい、すごい後ろ向きなカードなんですよ、うん、この戦車って前向きなカードの逆位置が出てるので、ちょっとこう後ろ向きなカードが出てるので、まあ、そこはね、あまりその引き入れなくてもいいと思うんですよ、うん、結局心配で言ってくれてるはずなんで、ご自身がしっかりした目標を立てれば、おのずと道は開いていくようなカードが出てるので、あの大丈夫だと思いますよ。ありがとうございます、うん、あとここはご自身の不安であったり願望のカードなんですけども、不安と願望っていうのがね、ある意味同じ意味なんですよね。不安になる時って必ず願望があるはずなんですよ、はい、だから、まあ、同じ意味なんですけども、これ力、パワー、ストロングのカードなんですけども、何か力を得たいと思ってるんですよ。でその力っていうのがどうしたら得れるかっていうのを悩んではるので、全てこう見てると、やっぱこう目標を立てて計画を立てて、そのために何を勉強すればいいか、であとちょっとなんか師匠みたいな導いてくれる人を決めていろいろ相談するといいと思うんですよね。すごい、はい、すごい分かりやすいです。よかったよかった。まあちょっとね、まあなんか参考にしてもらったらいいと思うんで、とにかく近い将来、今後、まあ最終結果のカードは、仕事面ですごく冷静で落ち着いた感じのカードが出てて、落ち着いて仕事がしていけるので、それには目標が必要だと。ご自身でも多分気づいてると思うんですよ。ここ自分で気づいてるところなんで。で、我慢。頑張れば。我慢ということは僕好きじゃないんですけども、頑張れば、おのずとうまくいくので、頑張ってお仕事されると順調にいくと思いますよ、はい、うん、自信持ってください。はい、はい、こんな感じですね。はい、ありがとうございました。